こんにちは、ヒロヤスです。今回ですね、激安 USB 電源とタコのメーターが直るのかどうか、ちょっとやってみたいと思います。前回ですね、取り付けました安い USB 電源なんですけど、ちょっとこれをですね、取り付けたタイミングで、これの影響なのか、そのタイミングなのかちょっとよくわからないんですけど、まずタコメーターが動かなくなりまして、で、あと電源なんですけど、つけてね、最初のね、数分間っていうかね、ちょっとの間ね、動いたんですけど、その後全く動かなくなってしまったんで、治るのかどうかちょっと試していきたいと思います。で、前回ですね、タンクの下を通して、シート下ですね、シート下の方に、マイナスをつけたんですね。このあたりですね、ここにつけたんですけども、もしかしたら緩んでるところがあるんじゃないのかとか、そういうところがあったので、一回ちょっと外して、確認の方をしていきたいと思います。と、あとですね、タンク下で、ケーブルを束ねたんですけども、もしかするとその束ねた時に、パルスのラインがですね、おかしくなっちゃったんじゃないのかとか、そこも考えられるので、ちょっとやったところですね、もうちょっと全部確認しようかなと思ったので、またね、シート外してタンクの方もちょっとずらして確認の方を行っていきたいと思います。タンク下でね、前回はですね、ケーブルを束ねるために、チューブの中にですね、ハーネスの、マイナスのアースのラインとか、そのあたりをまとめていったんですけど、ちょっとひょっとするとそのあたりがね、良くなかったのかなと思ったので、一回で、まずはね、電源だけ抜いて、タコメーターがね、復活するのかどうかっていうのを試していきたいと思います。で、これでですね、キックしてみたんですけど、結果的にいくと、タコメーターね、やっぱり動かないと。パルスのラインは今のところ大丈夫そうなんですけど、それでもね、やっぱりね、タコメーター動かないんですよね。どうなっちゃったんだろうと。いきなりね、こんなこと起こるのかなと。で、あとね、ちょっとね、それ見たときに、異変がね、ちょっと一個気がつきまして、このタンクをですね、動かしたときにちょっとね、引っかかっちゃって、ここのところにアースのラインがあるんですけど、それがね、ちょっとね、線がね、抜けちゃったっていう、こんな感じでね、抜けちゃったんで、これもしかして原因なんじゃないのかなと思ったので、ちょっとね、これもね、修理していきたいと思います。はい、こちらにね、付け替えをして、取り付けの方を行っていきたいと思います。ちょっとね、悪いことっていうのはね、続くものでね、一個ね、触ったがせいでね、一気に他のところもおかしくなっちゃうっていう、よくあるパターンなんですけど、ちょっとタンク動かしてね、これね、タンクをね、ちゃんと外せばよかったんじゃないのかなとも思うんですけど、ずらしてね、なんとかできるかなと思って、結局いろんなところに影響が起きてるんじゃないのかなと思ってます。で、コネクターの方付け直したので、もう一回エンジンの方かけていきたいと思います。でね、やっぱりね、エンジンの方はね、ちゃんとね、始動するんですけど、もちろんね、今もずっと前も始動するんですけどね、タコメーターがね、やっぱりね、動かないんですよね。で、タコメーター動かないし、どうしたもんかなと。仕方ないんでね、ちょっとね、タコメーターの方は一旦ね、ちょっと置いといて、電源周りの方をね、もう一回ね、確認していこうかなと思ったので、ちょっとね、やっていきたいと思います。とりあえず、マイナスの線おかしくなかったんじゃないのかなと信じて、もう一回戻してみて、それからね、キックしてどうかなと。はい。エンジンはね、いつも通りかかるんですが、これでキーオンしても、つかないと。全然ね、やっぱりね、通電してないんですよね。もう全然、なんかね、おかしいと。
でもしかしたら、ヒューズ飛んでんじゃないのかなとかと思って見たんですけど、やっぱりね、ヒューズはね、全く問題なくて、じゃあね、シート下で、マイナスのラインをね、つけてたんですけど、ちょっとね、ヘッドライトの中でですね、ギボシでね、接続して、動くのかどうかっていうのをちょっと試していこうかなと思って、もう一回ね、ちょっとやり直しの方をやっております。バッテリーにね、直つなぎしてみてね、確認してもよかったかなとかって思うんですけど、ハーネスのね、直流のラインと、アースはね、ちゃんとつなぎで確認するっていうのでも、同じことなんで、とりあえずね、そこでやっていこうかなと思いまして、ちょっとハーネスの方、またぐり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 とやっております。こうしてね、どんどんね、このヘッドライトのケースの中がね、狭くなっていくんですけども、これでね、純正の、ケース等を使ってる方だと、ちょっとね、ここまでね、いろんなものがあっちこっち入ってくると結構ね、しんどいんじゃないのかなと思います。そうなってくるとね、タンクの下とかにね、こういった、ハーネスの一部とかをね、隠したりとか、そのあたりとかもね、しないといけないのかなと思うんですけど、ちょっとまだね、なんとかね、ケース入りそうなんで、できる限りね、こっちの中でやっていこうかなと思います。はい、じゃあちょっとね、エンジンの方かけていきたいと思います。はい、エンジンの方はね、ちゃんとかかりますね。でね、やっぱりタコメーターはダメなんですけど、これでね、一回、ナビにね、電気が行くかどうか確認したんですが、やっぱり、ダメそうですね。もうちょっとね、ダメそうなんでね、諦めてね、ちょっとシートの方ね、戻していこうかなと思います。ちょっと選挙にもね、行かないといけないんでね、あんまり今日は時間を取れないっていうのもあったんで、仕方ないかなと思って、諦めてシートの方を戻していっております。結局ね、コネクタを付け直したりとか、配線を変えてみたりとかしたんですけども、まだね、ちょっと原因不明なんですけども、多分ね、この、電源のコネクタですね、激安の800円以下のやつ、やっぱりね、ちょっとダメっぽいですね。で、もちろんなんですけども、ハーネスっていうかね、ケーブルも切っちゃってるんで、返品とかね、当然できないんで、これはもうちょっと勉強料として、諦めて、仕方ないかなと思っております。これでね、ちょっとね、最初、ナビをつけてね、ツーリングの予定で使おうかなと思ってたんですけどね、ちょっとね、仕方ないんで、ナビはね、一旦充電して、で、モバイルバッテリーでね、運用しようかなと思っております。ちなみにこの動画を編集してる、11月の1日の深夜になるんですけども、翌日ですね、11月の2日、天の橋立に行ってきます。ちょっとね、天の橋立ね、去年も行ったんで、道はね、大体なんとかなるんですけども、ちょっとナビの方ね、あった方が、いいかなと思ってたんですけど、仕方ないですね。今回はね、モバイルバッテリーで運用するナビと、3時間ぐらいですかね、ゆっくり行って3時間、4時間ぐらいで、到着するんで、ナビがね、モバイルバッテリーでも、なんとか運用できるでしょう。仕方ないなということで、今回はね、ということで、タコメーターが治るのかどうかっていうのと、あとは、ですね、電源の方なんとかなるのかっていうのをちょっとやってみたんですけども、タコメーターは動かなくなりまして、で、電源の方も、ちょっとね、やっぱりダメで死んでしまったという、そんな、状態となっております。で、タコメーターなんですけどね、実はね、もう一個ね、同じやつ買ってまして、もともとね、FTR につけようかなと思って買ってたんですけども、それがね、まだFTR につけてなくて、手元にありますんで、それの方をね、また今度つけていこうかなと思います。では、今回はこのあたりで、
では、この動画が良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。